アッシュ使ってる人はなんでアッシュ使ってんの？気持ちよくなりたい。大内さんはなんでアッシュ使うんですか？気持ちよくなりたいからです。まあ、なジョーもなんでジョー使ってるかというと気持ちよくなりたいから。私ね、アッシュ気になっております。ためキャラ混ざるって言ってなかった？もうそんなことは言ってれんくなって。そんなね、コアコア昇竜出ないとかためキャラ使わないとか、そうで、そんなことは言っとれんなってきた。まあ、あそこちょっとむずい。これも失敗かな。ショットをクラス、はい、ポン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 。どうよ、スタンに取りつかれし男で、橋のスタンコンボと、いや、いけるだろ、いけるいける、完成。忘れた、さましい。なんだこいつ。コンボは降りるか、マジで、マジで降りるか。ゴミ、絶対できないでしょこれ。発動してもできる絵が浮かんでこない。お待たせ。帰るか、実家帰るか、実家帰るか。片鱗は見せた。徐々にあのね、進化はしている。ステップアップはしてる。これやっぱその巻き戻りが怖いから、退化するのが。今んとこその階段は登ってるから、転げ落ちてない。そういう意味ではいいです。お待たせ。オッケー、ステップアップ。絶対コンボ違うけどいいでしょう。やらせろ。死ぬな。減りすぎ。練習したことが一切できていない。ちょっと危機感が足りないのか。危機感上げていくか。危機感上げていこう。これは危機感上がるやろ。お前マジでゲージ使うな、マジで、ほんまに黙って死ね。マジこいつ何だったの。いない方が良かった。最終的にアントノフいいなってやつ。アントノフいいな。とりあえずこれを叩き込んでいこう。
キウキでずい。こいつの方が簡単で火力ある。ほんまに降りたいなら降りてもいい。俺は無理にとは言ってない。練習してないコンボのができるんだが、アッシュであんなに長いコンボやってるのに、こいつの方がこいつあんな長いコンボやってる。これでいいじゃん。いや普通の人はこれでいいじゃんってなるよ。雑に雑な減りだったな。誰ができないって、誰ができないだって、ポン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 。よし、じゃあアッシュも大将張れるようになってきたことやし、次からは回していくか。アッシュで、いや、アッシュ使ってる人はなんでアッシュ使ってんの。気持ちよくなりたい。モチさんはなんでアッシュ使うんですか。気持ちよくなりたいからです。まあ、ジョーもなんでジョー使ってるかというと気持ちよくなりたいから。大丈夫だ、俺には2ゲージコンボがある。いや、なんなら3ゲージ溜まる。いらないんや、ゲージ。捨てたった。捨てたったわ。お待たせ。ちょ、コンボさして。これは気持ちよくないね。クライマックスでよくない。いや、ここでクライマックス打つやつはもうラルフなのよ。任務完了やん。その俺は任務を自分でやりたいんやん。あのもう事後報告じゃないですか、あの任務完了。全てが終わった後にさ、あんなドヤ顔されても、俺は自分でやりたいん。春国殺を自分でやりたいん。あんななんかダダダダダダって天とかって言われてもさ、やった感じしないじゃん。俺は自分で春国殺がやる。でも実際でもそういうことやと思う。春国殺を自分でできるからやってくださいっていう技や。別にあれでね、まとまったダメージが入るようになってたらそっちの方が楽ですけど、楽ですけどさ楽だけどさ、そこにロマンを感じるを野郎どもがここに集ってきてるわけで。ゲージを使うことでフレーム勝利、相手に反撃の隙を与えることによって刈り取る。大丈夫だ、まだ俺にはゲージがある。大丈夫だ、俺にはまだゲージがある。大丈夫だ、俺にはまだゲージがある。来た、こう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 。アッシュである必要性ある。いやだから春国殺をやりたいかやりたくないかの話を。みんなはやりたくないの、それを言ってるの。僕は必要性とかを言い出す。
油断があった、ライフを見ちゃった。間違えた、間違えち、満身、油断満身、甘え。あのさ、たまに来ていきなりやらされたらきついよね、そう思いません？アッシュかわいそう。そう、全然気持ちよくないんだけど、アッシュ誰気持ちいいって言った、気持ちいいと聞いて。でももう高さいい感じに気づいたから、気づいた。ももちは早い、速さには定評あるか、気づいてから。あの今喋ってたから、集中できなかった。喋りながらやるとやっぱちょっと集中力落ちるから、こういう時はあんまこう喋らず黙々とやる必要があるんです。こんな喋ってて高い集中力を維持できるはずがないから。なんで俺は黙ってやろうと思います。そうすることで成功するんだ。だ結構やっぱね、こうやって配信外でやったりするとこう成功したりとかね、サクッと成功したりとか、ね、なんだかんだこう配信で喋りながらやってると、もう今何この喋ることを考えてるわけじゃないですか。その時点でこのコンボを考えてやるっていうリソースが奪われてる。何にも考えずに喋らそれはいいっすよ別に。ただ何も考えずに喋るってことはない。まあこう何喋ろうかな、次どうしようかな、今日の晩ご飯何かなとかっていろいろ考えるわけじゃないですか人間。だからそれを考えながらコンボをやると、まあ、それがやっぱ邪念ですよ、いわゆる煩悩。そういうのをこうもう滝に打たれたりとか、そういうのはそういうことなんや、こう無心になるっていう。だからこれを経て次一言も喋らずいきます。次集中して喋りながら今ぐらいできてたんで、ということは喋らずいけばいけるんですよ。